打ちまた一本切り返して倒した一本打ちまた優しい顔をした高校柔道界の怪物、昨日個人戦で大暴れ。さあ今日は何人を抜きまくるのか。全国高校柔道選手権団体戦が始まります。東京九段の日本武道館です。高校球児の憧れの場所といえば甲子園ですが、柔道を志す高校生にとってこの日本武道館は憧れの場所です。今年もこの青い畳の甲子園に全国の厳しい予選を勝ち抜いた52校の精鋭がそれぞれの目標を胸に集まりました。迎えて18回目になります全国高校柔道選手権。昨日は男女の個人戦が行われ、女子7階級男子無差別に8人の高校チャンピオンが生まれましたが、今日は団体の勝ち抜き戦で高校柔道日本一を競います。さて放送席ですが、解説はおなじみのモントリオールオリンピックゴールドメダリスト、全柔連男子強化部長の上村春樹さんです。上村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。上村さん、この大会はこの勝ち抜き戦というところが一つの見どころだと思うんですけども、この勝ち抜き戦のこの醍醐味あるいは見方というのをね、テレビをご覧の皆様にちょっと教えてほしいんですが、この勝ち抜き戦はですね、やっぱ抜き役とそれを分けるですね、分け役がいかにですね、仕事をきちんとやるかによって、はい、まあ、勝敗は決するんですね、はい、だから、まあ、4人が負けたとしても、強力な抜き役がおればですね、それで逆転して優勝へつなげることができるんですね。だからまあ非常にですね、その抜き役の活躍っていうのをですね、注目したいですね。それだけに今回は超高校級スーパースターがいるだけに、その活躍が楽しみです。それでは早速全国の出場校52校を北からご紹介してまいりましょう。北海道東北は8校、今年から北海道は代表が1つ減って2校に。宮城は仙台育英が東北高校の4連覇を阻みました。北海道大会決勝、去年連続出場が16で途切れた東海大4校は旭川大高に対し序盤でリードを奪うと、副将山道が個人戦チャンピオン旭川大森から価値ある引き分けをもぎ取り、一人残しで見事復活を果たしました。東海大4高校優勝決まりました。山形県大会決勝は去年インターハイの準優勝校山形工業が先鋒松田の見事な5人抜きで5年連続の全国大会出場です。恐れたチーム、これは1本運が過ぎました。両者まだポイントありません。これは1本細野勝ちで1本。激戦の関東です。群馬では古豪前橋商業が8年ぶり、千葉では東海大浦安が7年ぶりに日本武道館に帰ってきました。宿命のライバル同士の対決となった東京都大会決勝は、世田谷学園が去年の全国チャンピオン国士舘に対し、技でのポイントこそ奪えなかったものの、2人残しで去年の雪辱を果たしました。時間がない、世田谷学園の優勝が決定しました。全国大会7回の優勝を誇る東京世田谷学園、去年は屈辱の準決勝敗退。しかし今年はエース本郷を中心とした強力チームで第1シードに返り咲きました。チーム内での争いも熾烈で、レギュラー練習をしているのは7人。この中から大会直前にメンバーの6人が決定します。そういうことあるから競わせるということがやはり選手たちの向上につながりますので、投資あるいは怪我等でですね、やはり欠落している選手が出たら、やはり次はいるんだぞということで、厳しい姿勢で臨んでおりますので。宮園康明選手は現在チームの中で7番手。2年生の彼にとって春の選手権は最後なだけに、残された可能性に毎日が必死です。行動学者で常に生活を共にする仲の良い7人、1人を外すメンバーの決定は厳しさを伴います。やっぱレギュラーなりたいななるために今まで練習してきたんで、たとえ外れたとしてもやっぱり自分が力になれたらっていう、全員で勝つっていう
チームなんで、そう思ってると思うんですけど。激しいレギュラー争いも大会2日前まで。大会では試合に出る選手も出ない選手も全員で戦う。世田谷学園、大会史上最多の8回目の優勝を狙います。全国一の激戦区神奈川県大会、東海大相模と桐蔭学園の決勝は白熱した接戦で決着がつかず代表戦に。この代表戦両者ポイントはありませんでしたが、技の数で上回った相模の井上が辛くも判定勝ち。東海大相模17回目の全国大会出場です。今の高校柔道界ではもう傑出した選手で、次の、シドニーのオリンピックの頃には日本の中心選手になっている可能性が非常に強いと思いますね。今日本柔道界が熱い視線を送る男、井上康生、山下の母校東海大相模2年生。小中高とタイトルを総なめにしてきた井上は、先日柔道選手の憧れ全日本選手権の関東予選で大学生社会人を相手に豪快な技を連発し優勝。来月山下以来21年ぶりに高校生として憧れの舞台に立ちます。そんな井上の強さの秘密はハイレベルな練習。週に 2,3 回東海大学へ出向き、アトランタを狙う中村3兄弟を相手に稽古を行っています。何度りでも互角以上の戦い。時には憧れの山下にも直々に稽古をつけてもらい、若きスターはさらにその強さに磨きをかけています。しかしこれまで井上の柔道人生は決して順調なものではありませんでした。去年は全国大会を前に左肘を脱臼し欠場。全国制覇を狙っていた東海大相模の夢は半ばにして散りました。それだけに全日本選手権を前にしながらも、この大会にかける気持ちは相当なもの。今度の選手権では自分が大暴れしたいと思ってるんですけど、去年迷惑かけちゃったので、だから今年こそまず選手権で優勝して大泣きしたいですね。それでは各チームの序盤戦の模様をダイジェストでご覧いただきましょう。 A ブロックは8度目の優勝を狙います世田谷学園、そして明徳義塾高校わずか7人の柔道部、この戦いぶりが注目を集めました。全国初出場の明徳義塾、まだ6年目の柔道部の新たな1ページは先鋒キャプテン浅岡が背負いでポイントを奪って、まず1人リードと幸先いいスタートを切ったんですが、その後は相手三重名張の福山そして酒井に豪快に1本で抜かれてしまいます。結局3人残し、明徳初戦敗退でした。ただ敗れても非常に爽やかな印象を残してくれました。2回戦から登場第1シードの世田谷学園は大阪工大校を相手に先鋒1年生の竹下が頑張りました。得意の背負いをはじめ小外払い腰などの技で4人抜きを演じます。さすがに疲れて相手大将には一本負けを喫してしまうんですが、次方のホタテがしっかりと締めて世田谷4人残し、ムードメーカー1年生2人の活躍で余裕といった感じの初戦突破でした。この B ブロックは一番の激戦と言われました。昨日個人戦2位の中浜を擁します総督高校、この戦いぶりはどうだったでしょうか。その総督高校初戦は突破しましたが、3回戦九州学院思わぬ展開となりました。タイで迎えた復勝戦、中浜が引き分けてしまいました。結局大将の大久保が前田に敗れて、なんと総督3回戦敗退です。自分の責任を痛感した中浜、涙に暮れていました。そして C ブロックは去年の優勝チーム国士舘高校、そして伝統の天理高校、この両チームの試合ぶりが注目されます。去年の準優勝校天理が3回戦で敗れました。1人リードしながら旭川大学高校の大将森に小見を大橋と2人を抜かれ、まさかの逆転負け、涙涙。一方のノーシードの旭川大学高校は次々と強豪を破りベスト8、旋風を巻き起こしています。この D ブロックは昨日の個人戦でも活躍しました上杉を擁します東海大五高、そしてあの井上康生を擁します東海大相模高校が注目を集めます。東海大第5はまず先鋒白垣、次方の小浜で一気に4人を抜いてリードを広げます。上杉を助けます。
最後は負傷の丸山が豪快な技で上杉まで回すことなく結局2人残し3回戦進出です。初戦では大将に控えていて結局出番のなかった東海大相模の井上康生、3回戦でその出番のチャンスがやってきました。福井高台福井との試合負傷で登場しまして相手大将を46秒得意の内股一本勝ち。井上は今日もこの後もやってくれそうです。それではこの後はいよいよ準々決勝をご覧いただきます。はい、熱戦が続きます。第18回高校柔道選手権、いよいよベスト8が出揃いました。注目の D ブロック、福岡の東海大第五高校、あの上杉を擁します。そして井上康生を擁します神奈川の東海大相模高校。この両シード校が危なげなく順当に準々決勝で対決することになりました。さて井上康生、出番はまだです。まずは東海大五高副将に登場しましたのが上杉、盛んに上杉が攻めていく。一方の東海大相模副将は井口、なんとかリードを奪ってこの上杉対井上の対決に持ち込みたかった東海大五高、しかし中堅戦まで終わってこの試合は現在タイになっています。小外、井口の小外、ちょっと危なかった上杉、この後にはいよいよ高校柔道界10年に1人の逸材と言われます井上康生が登場します。上杉としては何としてもこの井口を下して井上康生との勝負に持ち込みたい。上村さん、この上杉も昨日の個人戦は3位でしたが、昨日の戦いぶりで非常に評価がまた上がりましたね。そうですね、まあ、オーソドックスなタイプなんですが非常に体が柔らかくてですね、いいバネをしてますよね。ただこの試合だとですね、もう井口がいいとこ持たさないで先に攻めてるんですね、はい、上杉としてはもう早くですね足技で崩してそれからちゃんと組んで技をかけたいところですね。東海大五高が試合を有利に進めるためには絶対にこの上杉は井口を抜かなければいけません。これは効果になりました。すぐに抑え込みに入った。ああ、まだ足が抜けない。ここで待てがかかりました。場外際もつれたところで上杉が効果を取りました。これから内股でですね、まあ、いいバランスをしてますね上杉は。はい、盛んにここはこの引き手の取り合いになっています。右と左の喧嘩打つ。今度は井口が攻めていく。逆に内股上杉、この上杉が井口を下しますと小外、井口、井上康生とこの上杉の対決が見られます。昨日の個人戦ではこの井上康生が上杉を見事な内股一本勝ち下しました。井口が盛んに右の足を飛ばして小外を狙います。まあ、井口としてはですね、ここでもう上杉をもう徹底的にへばらして次の井上に渡したいところですね。また小外、上杉が先ほど場外際内股で効果を一つ取っています。このまま井口が敗れますと上杉対井上康生の対戦ということになります。副将として登場している上杉、
体落としを狙いました。一方東海大相模はもうこの後井口の後には井上康生しかいません。まあこのまま井口が敗れてこう井上康生登場ということになりますと、波の高校生でしたら副将として登場 ね相手が2人ということで相当プレッシャーがかかるんですが、ここで試合終了。東海大五高が1人をリードしました。やはり上杉内股で効果ポイントを取りまして、相模のナンバー2井口を下しました。そして井上康生との対戦に持ち込みました。第2試合上の試合結果をお知らせします。第6回戦本京都上杉明文180センチ115キロ、旭川大学高等学校の試合は上杉が1人を抜きました。さあいよいよ東海大相模高校井上康生登場。昨日の個人戦準決勝この2人が対戦しました。その時は井上康生見事な内股、まあ、本当に空高く舞い上がったといった感じの内股でしたがね。そうですね、もう本当にいいタイミングで入ってましたからね。その内股一本、これぞ井上。上杉を難なく昨日と同じ技内股で仕留めました。相手を追い込んで追い込んでそれから見事に投げてますね。井上康生もう一度ご覧いただきましょう。これこう跳ね上げるような内股じゃなくてね、回してますね、回すような内股ですね。去年はこの技はありませんでした井上。なんでもあの東海大学への出稽古で山下さんから教わったそうですね、この内股は。そして対象同士の対戦となっています。東海大五高は苦しくなりました。その全日本監督の山下さんもじっと井上康生の試合を見つめています。まず上杉を昨日と同じ技内股で鮮やかに一本勝ちしました井上康生。今度の相手はオバマ170センチ73キロ、東海大五高の小さなキャプテン。背負いを見せます。その井上を持っていこうという、前で左に前で、昨日に続いて井上に敗れた上杉。やっぱり上杉もこの今年の出場選手の中でナンバー2あるいはナンバー3と言われているんですが、相当な力の開きがありますね。そうですね、もう内股で来ると分かっててそれを持っていく選手ですからね、もう相当力に差がありますね。まあ、それもそのはず、井上は3月10日に水戸で行われました全日本柔道選手権の関東予選、まあ、神奈川県警のナンバーワンナンバーツーを破っての、ね、優勝でしたからね。そうですね、もう本当社会人と同じぐらいの力ありますね。しかしその井上がこの小さな小浜にちょっと手こずっています。なかなか持たせてもらえません。小浜は全部捕まってしまえばですね、もうどうしようもありませんからね。そして昨日はこの寝技で2つの一本勝ちを収めたが、これもいきそうですね。そうですね、これ回ったらいけませんね、オバマは。うまく逃れましたオバマ。さてもう1回持っていくか。ベンチプレスは140キロ井上。183センチ、現在107キロ。決してこの重量級としてはね、重たい選手ではないんですがね。そうですね、もう比較的重量級としては小型ですね。大外刈り、内股はすかされた。でもオバマがうまく取ってますよ。
はい、もう井上にですね的を絞らせず、いいとこ持たさずやってますからね。この試合がもし、大外、しかしポイントにはなりません。もしこの試合引き分けますとこの後は代表戦ということになります。ちょっと険しい表情になっています林田監督。ここで村野に指導。井上が効果ポイントをリードしたことになります。大外一本勝ち、ようやく仕留めました。ちょっと表情が柔らぎました。井上康生、もう相手を追っかけて追っかけていって押し潰すようにしてやってますね。ちょっと小さなこのオバマ相手に手こずりましたが仕留めました。上杉からは豪快な内股、そしてこのオバマからは大外刈り、2試合連続の一本勝ち。これぞ井上康生という柔道を見せました。東海大相模高校が準決勝進出です。過去7回の最多優勝を誇ります東京の世田谷学園、この A ブロック順当に準々決勝進出です。そして埼玉の埼玉栄高校がベスト8に上がってきました。東京と埼玉の対決になっています。前方引き分けの後、世田谷地方1年生の落合、今日は初登場ながら豪快な技を次々に決めていきます。相手中堅中里にはこのすくい投げで一本勝ち、さらに栄大将庄司には最後は内股でしょうか、見事に一本勝ち。落合は4人を抜き、世田谷4人残しで埼玉栄を破りました。今日の世田谷1年生が元気です。昨日個人戦準優勝を果たしました、あの中浜を擁します広島の総督高校が九州学院に敗れました。その九州学院がベスト8進出です。一方の富山小杉高校、こちらは危なげなく準々決勝進出を果たしました。前方地方引き分けの後、次は145キロのこの巨漢の金森が登場します。この金森、個人戦の憂さを晴らすように次々とポイントを奪います。九州学院の中堅の野田、そしてこの副将の森川からも豪快な技でポイントを奪います。この金森が結局2人を抜く大活躍、粘る九州学院をこの金森が振り切って、お次は1人残し11回大会以来のベスト4進出を決めました。去年悲願の初優勝を果たしました国士舘高校が、国士舘らしい試合運びでこのベスト8に駒を進めました。一方は北海道の旭川大学高校、東京と北海道の対決になりました。この C ブロックです。先方の高谷が1人抜いた国士舘、そのままリードをキープ。しかし旭川大将森がまたしても粘ります。中堅谷村から内股でポイントを取り、そのまま抑え込みに入ります。ここ一本勝ち、しかし森のスタミナもここまで。国士舘副将近野が払い巻き込みで森を下し、順当にベスト4に進出しました。旋風を巻き起こした旭川大学高校、森の健闘が光りました。ご覧いただいたように、これで準決勝は東京の世田谷学園と富山の県立小杉高校の対戦、もう一つの準決勝は東京の去年のチャンピオン国士舘高校対あの井上のいる東海大附属相模高校の対戦となりました。体重は落合が115キロ、山口大使96キロ、身長はさほど変わりません。おお、山口が攻めていく。しかし上田さん、こうどちらのチームもよく鍛えられてるんじゃないですか。そうですね、もう相手のことをよく研究してますし、やっぱ自分の組手をですねきちんと守ってやろうとしてるんですね。ただもう少しですね連絡技が欲しいですね。はい、
これは効果を取りました。落合が今のは足払いですか。小外ですね。小外ですか。小外掛けで、はい、小外掛け効果を取りました。落合、1年生の落合が効果を取りました。ようやくこの試合動きました。世田谷が1人リードを奪いまして、ようやく効果ポイントを取りました。落合はこの前の準々決勝でも4人抜きをしましたが、その疲れも何のその、この大事な準決勝の小杉戦副賞で登場しまして、小外で効果ポイントをリードしています。石橋さん、はい、その落合なんですがね、今日はあの足の、ね、ふくらはぎのあたりが大きく腫れてるんだそうですよ。でそこからちょっとね熱が出ているということなんですが、準々決勝でね初めて出て4人抜きをしまして、それまでチームのムードあんまり良くなかったんですが、これで良くなるなと持田監督話してましたね先ほどね。はい、その落合が攻めていきます。世田谷学園のリポートをテレビ朝日の大熊アナウンサーが入れてくれました。相変わらず険しい表情、持田晴也監督、世田谷学園。内股、今のは腹ばいに近い状態でポイントにはなりませんでしたが、まあ、いいとこ入ってますが引き手がないんですね。今のももう少し引き手を引いたら一本とか技ありとかなるんでしょうけどね。残り時間が間もなく30秒を切ります。打倒世田谷に燃えてきました小杉高校が、この副将戦でリードを奪われました。残りは16秒になっています。ほとんど残り時間がありません。残り6秒、苦しくなった小杉山口、その山口がすかさず組んでいって右の背負い投げを見せますが、落合がこらえて試合終了。世田谷学園がここでようやく1人のリードを奪いました。中堅戦まで全て引き分けましたが、副賞に登場しました1年生の落合が効果ポイントを取りました。世田谷学園対小杉高校のこの準決勝、小杉高校はもう大将の金森登場、世田谷は今1人を抜いた落合です。金森は183センチ145キロという素晴らしい体格をしています。まあ、金森は昨日のね個人戦は初戦敗退、その分今日の団体戦はよく頑張っています。上村さんはこの金森対落合どうご覧になりますか。もう金森はですね、もうこれはもう徹底的にもう返されてもいいから思い切っていくべきですね。まあ、落合としてはですね、もう相手が出てくるところをうまく捉えてチャンスを掴んでいけばいいと思うんですけどね。しかしこの落合は1年生ながら、持田監督に聞きましたら中学から見ているけども試合で飛んだのは1回だけしかないというね、非常に安定感のある選手、まあ、落ち着いてますよね。相手の動きをよく見てそれから対応してますからね。それだけにこの巨漢高森も落合からポイントを奪うのは至難の技かもしれません。逆に崩されました。今もですね、金森が内股行こうとするところを逆に行ってるんですね。今年のこの世田谷学園はともかく攻撃柔道、無茶に思えるかもしれないけどもともかく技をかけていく、そういったタイプの選手たちが集まったと、本当に世田谷の柔道は変わりましたね。そうですね、まあ、あの先に先に攻めてますからね、
ただやっぱりこういうルールではですね、先に先に攻めてチャンスを作り出していくタイプの選手でないとやっぱ勝てないんですよね。はい、残り1分半、金森が内股に行きます。今度は右の小外、ちょっとバランスを崩した落合。内股、高波監督からこの花森にがむしゃらに攻めてみろというねアドバイスが飛びましたね。まあ、あの投げれなくても反則が取れますからね。この金森選手は一昨年の10月から去年の5月までずっと腰を痛めてほとんど練習ができなかったと、その期間に鍛え上げていればもう相当な選手になっていたはずなんだがということは須川総監督も言っていましたが、残りは1分を切っています。ともかく金森がポイントを取らなければこの試合このまま世田谷の前に小杉敗れてしまいます。今戦っている落合が副将戦で貴重な1人を抜きました。残り37秒、金森攻めていけるか。逆に落合が足を飛ばした。金森内股に行きましたが腹ばい、力なかったよ、力なかった。普段は物静かな小杉高校の高波監督の声も大きくなりました。残り20秒切っています。金森が内股、潰された。残り12秒、残り10秒切った。金森が行きますが落合こらえます。残り時間わずか3秒、ここで3分間試合時間終了。世田谷学園高校が一人残し富山の県立小杉高校を下しました。小杉高校強豪世田谷の前によく健闘しましたがわずかに力を及びませんでした。まずは準決勝の第1試合、8度目の優勝を狙います世田谷学園高校1年生落合の活躍で決勝進出を決めました。ここまでは偏差値40からの大学受験慶応進学会、ミニミニ宝と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはコカ・コーラボトラーズ、積水化学、フジゼロックス、大団、共和発行、真剣ゼミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。準決勝の第2試合、東京国士舘高校と神奈川県東海大付属相模高校の対戦、先方次方と引き分けました。しかも技によるポイントは全く出ておりません。したがって本当に静かな立ち上がり、この日本武道館もまだ、場内はちょっと静まり返った感じになって中堅戦を迎えました。背中のあたりを取っていったのが山口、失礼、山口が今背中を取って投げに行きました。そして上になって攻めていこうというのが国士舘高校の中堅の谷村です。中堅戦になりました。さあそろそろこの上になっている谷村と今下になっている山口、この辺りの中堅戦からなんか激しくなってきそうな予感はしますが、そうですね、はい、まあ、あの谷村もですね奥襟を持ってガツガツいくタイプですからね、はい、
これは面白い勝負になると思います、先に立ち上がりました国士舘高校2年生の谷村大志179センチ98キロ、右側山口輝道174センチ75キロです。ともに2年生。両校ともに全くこれまで技のポイントがありません。井上康生は東海大附属相模高校の大将にいます。さあ中堅戦です。内股に行きます。谷村背中のあたりを持ちました。足を飛ばした。しかしこれを倒しに行きましたのが山口。さあ中堅戦動きが激しくなってまいりました。寝技に持ち込もうという山口。今度は上になって攻めます谷村。試合時間は残り1分45秒。さあどうだ、上になった。しかしこれはまた回転しました。上は谷村。いや激しくなってきましたね。そうですね、はい、まあ、お互いにですね、かなり技の掛け合いしますからね、東海大相模のエース井上は大将にいます。一方国士舘のポイントゲッターの高橋とそして近野は副将と大将にいます。両校とも、まあ、オーダーはオーソドックスといいますか、強い選手が後ろの方に来ましたね。そうですね、はい、いやもう本当オーソドックスなオーダーなんですが、ただあまりにもですね井上の方が強すぎますからね。そうですね、ですから井上に至るまでに何とかリードを奪いたいのが国士舘高校です。しかし技をかけていきますのは山口だ。東海大相模の山口。なんで背中で受けるんだ。本当にここまでは先鋒戦、次鋒戦、そしてこの中堅戦、静かな感じでこの準決勝の第2試合は始まりました。先鋒も引き分け、次鋒も引き分け、中堅戦も残り50秒になりますが、まだ技が出ません。ポイントがありません。背中、東海大相模の山口。背中を持ちに行こうというのが国士舘高校の谷村。山口が投げに行く。しかし上になったのは谷村です。国士舘高校というのは本当に寝技の練習というのを徹底的にやってますからね。そうですね、まあ、ただこの山口もですね、さっきから見てますとかなり寝技もできますからね。そうですね、そう簡単に抑えられると思いません、はい、体重の上では20キロ以上山口の方が軽いんですが、しかし積極的に寝技に持っていこうというのが山口。今しかしこれ攻めているのは谷村の方ですか。谷村の方ですね。谷村が攻めている、抑えようとしているんですが、はい、ただこの山口もうまいですね、危険地帯にかかろうかというところです。逃れた、山口逃れました。これは立っても寝てもなかなかこうポイントが出ませんね。そうですね、この山口もね、この谷村のかけようとするところうまく先に先に行くんですね、はい、非常にうまいですね。174センチ75キロ、小柄な山口。さあ中堅戦も残りあと4秒だ。足を取りに行ったぞ、こらえた谷村。それまで試合時間終了。まだ両校とも技が出ません。先鋒引き分け、次鋒も引き分け、そしてこの中堅同士、左の谷村、右の山口、激しい動きでしたがポイントなし。中堅戦まで引き分けました。準決勝の第2試合は先鋒戦、次鋒戦、中堅戦と全部引き分けです。左から東京の国士舘高校、右から神奈川の東海大附属相模高校。さあ副将戦です。左から近野登場。その近野が攻めていく。国士舘高校のエースの近野。近野で何としてもポイントを国士舘高校は取りたいですね。そうですね、はい、やっぱここで取ってですね、やっぱ近野で井上と勝負させたいですね。そうですね。さあしかしこらえるのが井口。この人も井上康生の陰には隠れておりますけれども、東海大附属相模高校のポイントゲッターの一人、国士舘の近野。なんとか一人リードを奪って大将の井上康生と勝負をしたいところです。右に近野、国士舘高校。まだ両校とも技によるポイントが全くありませんで、
小戦までやってまいりました。背中のあたりを取りました。井口がいいところを掴んだ。井口が技をかけられるか。内股に行く井口、これはしかし難なくこらえて前に出ていきます。近野、力がこもります。いよいよ副将戦です。相模のエース、日本のエース、あの井上康生は大将にいます。すくい投げに行こうかというところ、こらえる近野。いやー、やっぱり副将戦になりますと力が入ってきますね。そうですね、もう近野が完全に勝負にいってますからね、はい、そうですね。この副将戦でもしこの先方から続く引き分けがまた続くようなことになりますと、これはもう相模圧倒的に有利でしょうからね。そうですね、やっぱりこれは近野がですね、はい、やっぱ抜いて初めてですね、面白い勝負ができるんですね、はい、昨年の優勝校、国士舘高校のエース近野、副将です。この後もう一人のポイントゲッター、大将には高橋がいます。近野、高橋、この二本柱でなんとか井上を破りたいところ。大外刈りに行く、持ち上げる、足をかける、ポイントにはなりません。積極的に行っているのは近野、そしてそれを返しに行こうという井口、まあ、近野としては行かざるを得ませんもんね。そうですね、これはもう一か八かでも行かなきゃですね、はい、もう勝負になりませんからね。ただ井口もですね、こう技を受けてますと反則が来ますからね、はい、試合時間は間もなく1分になります。先方から中堅まで全部引き分けての副将戦です。今度は井口の方が行きます。残り試合時間は59秒。ちょっと表情が焦っているようにも見受けられます。この地下の国士舘高校、昨年の優勝校国士舘、また強引な大外刈り。先方時報中堅引き分けです。そしてこの副将戦もまだ両者ポイントはありませんが、なんとなく国士舘がリードを奪われているようなそんな気分になりますね。残り試合時間は30秒になります。さあ、この試合がもし引き分けるようなことになりますと大将戦、東海大付属相模高校は井上康生が登場します。なんとしてもリードしたい国士舘。赤い帯が見えます。近野、ポイントが欲しいところです。井口もしぶとく返し技を狙ってきますから、そうですね、持ち上げに行く井口です。残り試合時間はあと3秒。思ったように試合が運べませんでした。頑張る井口。残り3秒です。2秒1秒、試合時間終了しました。この引き分けはどうですか。やっぱり国士舘としては非常に苦しい立場に追い込まれましたね。先方からこの副将戦まで全てを引き分けました。準決勝の第2試合、地下のポイントが取れずに副将戦は引き分けです。さあいよいよ残り両校とも1人ずつ大将同士のぶつかり合いです。国士舘高校ももちろんポイントゲッターの高橋が登場しますが、東海大付属相模高校は井上康生登場。大将戦、さあ試合が始まりました。井上対高橋の対戦です。まあ、これは本当に中学校の頃からお互いに手の内を知り尽くしているような相手同士の対戦ですが、結構どうでしょう、この寝技もしぶとい高橋っていうのはね。そうですね、もう高橋としたらですね、寝技で勝負したいところですね。そうですね、まあこの井上康生も昨日の個人戦なんか見てますと寝技は非常にうまい選手ですが、高橋にもチャンスはなきにしもあらずと思いますが。そうですね、まああとは裏を取るかですね、はい、寝技でしょうね。なるほど、もうまともにですね受けたらやっぱり井上の技で持っていかれてしまいますからね。奥襟を掴んだ井上、さあ得意技内股が出るか。ちょっと状態低くなりました高橋。大将戦です。先方から副将まで全て引き分けました。さあ大将戦で決着がつくか。内股、こらえた、足を取る高橋、足を取った。ここで審判から待て、
ちょっと守り守りというような感じに高橋さんはなってます。そうですね、まあ、反則与えられますよ。そうですか、ええ、さあどうでしょう。主審が試合を一旦止めましたが、高橋の方に指導が来るのかどうか。あー来ました、国士舘高校の高橋に指導が与えられました。ですからポイントの上では相模の井上がリードした。初めてポイントの上での明確な差が出ましたね、この両校の対戦は。この井上の試合運びはこれでいいんです、はい、もうあの相手はですねもう頑張るだけですからね、そこのところを反則取ってまず優勢に試合を進めながら1本狙っていくというこういう進め方をやってくれるとですね、はい、1本取れるんですね。昨年優勝の国士舘高校を相手に東海大附属相模高校大将の井上ポイントの上でリードしました。あと残り1分半、これはもう高橋は技を仕掛けていかなければいけません。大内側に行く、潰す、得意の寝技で勝負したい高橋、寝技に持っていけるか、いけません。今度は井上が上から締め技を狙っていきます。試合時間あと1分8秒で待てです。非常に冷静に試合を運んでますね井上は。そうですね、まあ、相手をよく見てますし、はい、そしてやっぱり追いかけて追いかけていってチャンスを作り出そうとしてますよね、もう特にこの国際ルールではですねチャンスを待って仕掛けるタイプの選手はどうしても勝てないんですね、はい、やっぱり先に先に仕掛けてチャンスを作らなきゃいけないですね。さああと1分7秒技のポイントはありませんが国士舘高校の高橋の方に指導が与えられています。さあ大技が出るか井上、今井上十分ですよ、はい、これからいけなきゃいけないですね、さあどうか内股か、これはしかし高橋も十分警戒してますからね。そうですね、用心してますね、はい、ちょっと腰が引けます高橋。内股、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 こらえた高橋、なんとかこらえました。残り試合時間は28秒、数々の個人のタイトルは総なめにしてきたこの井上康生ですが、団体戦での優勝っていうのが意外や意外ないんですよ ね、 そうですね、まあ、今回が本当チャンスなんですけどね、はい、それだけにどうしても欲しい高校選手権のタイトルです。さあここで今高橋の方に注意が与えられました、まあ、ですから有効のポイントを取ったのと同じことになります井上康生。あと19秒、高橋最後の20秒は寝技にかけるか、こらえる井上、まだ攻めていく高橋、あと4秒、待て、残り3秒です。いや追い込まれました国士舘高校、試合終了です。まあ、試合終了の瞬間この井上康生ちょっと渋い表情、技が決まらなかったっていうのは ね、 そうですね、残念そうな顔をしましたが、まあ、しかし終始押し続けてましたね。そうですね、もう問題なくの勝ちですね、はい、準決勝の第2試合国士舘高校と東海大附属相模高校の対戦は大将戦、この井上康生が高橋を下して東海大附属高校決勝戦進出を決めました。昨年優勝の国士舘高校は準決勝敗退です。さあこの後の決勝戦は東京代表の世田谷学園と神奈川代表東海大附属相模高校の対戦になりました。世田谷学園が一人をリードして、世田谷は次鋒の竹下、東海大相模高校は中堅の中島、ともかく2人で井上を何とかしたいという世田谷学園、持田晴也監督の思惑通りにここまで試合は進んでいます。今日は井上康生はこの試合も大将に控えています。指導、指導、両選手とも指導、
世田谷はこの竹下と今日この試合オーダーから外れましたが穂立という2人の1年生がですねものすごい負けん気の強い選手だそうで。そうですね、まあ、非常に中学時代からですねもう本当にトップの選手としてやってきてますからね、まあ、ムード的にはむしろこの2人の1年生がチームを引っ張っている感もあるという今年の世田谷学園。今年の世田谷学園はともかく攻撃柔道、まあ、持田晴也監督はもう返されても何されてもいいからともかく自分の技をかけてこいということをね選手に言ってるそうなんですが。そうですね、選手たちもですねもう思い切って言ってますよね、ただもう少しですね欲を言えば相手を崩してそれから入ってほしいですね。はい、この赤い帯竹下は背負い投げが得意。78キロ以下級の全国中学チャンピオンでしたこの竹下。しかし体重も今90キロ、かなり増えました。両選手に注意が与えられました。一方の中島は神奈川大会は怪我のため欠場していました。林田監督はこの中島の復帰が大きいと非常に喜んでいました。中島はここまで4試合8は1勝ですがあとの3つは全て引き分け。技あり、いや1本ですね、1本、福神2人が1本、竹下1本、世田谷学園が東海大相模を2人リードします。技をかけられて相手が変えるところをですね、うまくコストで勝ってますね。持田晴也監督の思惑通り、思惑以上かもしれません、2人をリードしました世田谷学園。世田谷の一人を抜いた次鋒竹下、この東海大相模の副将井口から背負い投げで効果を取りましたがその後肩襟で注意、指導を受けています。ポイントの上では五分と五分になっています。残り時間が45秒を切りました。背負い投げ、これもスピードはありませんでした。しかしこらえました井口。残り時間はちょうど30秒。険しい表情になっています東海大相模高校林田監督。林田の背負い、もう一回背負いに行く井口が奥襟をがっちり掴んだ。これで抑え込みに入った。がっちりと横四方固め入っています。これも残り15秒を切ったところ、足技で相手を倒してこれはポイントになりませんでしたが横四方固めがっちり入っています。15秒を経過、今20秒を経過しました。まもなく1本、今ブザーが鳴って1本勝ち、井口が逆転勝ち抜き返しました。いやーようやく井口がやりましたね。そうですね、竹下の下がったところをうまくコストで合わせて転ばしてそのまま体を浴びせて、がっちり抑えましたね。しかしその井口も汗びっしょり、2人を抜かれた東海大相模が井上に次ぐポイントゲッターの井口、ようやく1人を抜き返しました。東海大相模高校の井口が1人を抜き返しました。しかし世田谷学園がまだ1人リードしています。世田谷学園が1人をリードしまして1人をリードして向かい側が登場します。2年生向かい側180センチ120キロ、一旦は世田谷学園が2人をリードしましたがようやく東海大相模高校井口が1人を抜き返しました。今世田谷のリードは1人、内股いった、体に逃れた向かい側、
足ロック寝技の攻めに行ってるのは向かい側最後に入りました。これで解けた。足が出てしまいましたね。はい、これはわずか3秒ですのでポイントにはなりません。さあ1人を抜き返したこの井口としては、まあ、井上康生を楽にさせるためには、まあ、勝つに越したことはないんですがね。ただ確実にやっぱしここは引き分けたいところですね。小外をすかされましたが腹ばい待て。今日の向かい側、今日の試合これが3戦目、これまでは2つの引き分け。ちょっと不器用なところがあって技が遅いのが欠点というこの向かい側、その向かい側が攻めていきます。しかしこの大事な決勝戦でこの中堅に起用された選手なんで、こう受けは強いんですよね。そうですね、まあ、止めることはできますよね、ただここではですね、向かい側はやっぱりどんどん攻めていって、相手は2人目ですからね、かなりへばってるはずなんです。そこでですね、やっぱ確実にやっぱここで固んでいくんですね。小外逆に内股、井口の内股、今度は小外、井口が連続攻撃、払い巻き込み。一旦は東京の世田谷学園が2人をリードしましたが、東海大相模はこの副将井口が1人を抜き返しました。現在世田谷のリードは1人。効果を取った向かい側、もつれるようにして両者倒れましたが、体は横向き、効果になりました。そして抑え込んだ、がっちりと崩れかしみ手法固め。井口はピクリとも動きません。これはこのまま決まりそうですね。そうですね、もうへばってますからね、かなり。こうなるとこの井上康生が向かい側、落合、本郷、この3人を相手にしなければいけなくなりました。間もなく1本になります。向かい側崩れ上志郎がため1本勝ち。再び世田谷学園のリードは2人になりました。いよいよこの井上康生が奇跡を起こすか。世田谷の3人、向かい側落合本郷、この3人を果たして井上が抜くんでしょうか。いや、上村さん、見応えのある決勝戦になりました ね。もう本当ここで井上がですね、どんな試合をするかっていうのは本当に面白いところですね。向かい側がまず攻めていく。井上は昨日は個人戦5試合、今日は団体戦4試合戦っています。しかしこの人の精神的なたくましさというのは我々の想像を超えるものありますからね。そうですね、もう今までかなり苦しいところでですね、まあ、勝ち上がってきてますからね。ついてよ、ついて、絶対いける。小学校5年の時に5歳から柔道を始めましたこの井上。お父さんの明さんの影響で柔道を始めた井上、昨日個人戦、そして去年のインターハイと個人のチャンピオンにはなりましたが、高校に入ってまだ団体での優勝がありません。まずこの高校選手権を勝って港を大泣きをしたいと言っていました井上康生。そのためにはまずこの向かい側を仕留めて、そして落合を仕留めて、世田谷のエース本郷を仕留めなければいけません。もう井上康生しか残っていません。
試合時間1分14秒が経過しています。宇田さん、ここまでの戦いぶりはどうですか。いや、向かい側が今注意取られましたね、はい、技をかけないということで、まあ、井上非常に落ち着いてますよね。よく見てかけてますから。おっと、向かい側が投げた。ポイントにはならない。しかしちょっとヒヤッとさせましたね。そうですね、もう体が柔らかい選手だから残しましたけど、両者指導からこの向かい側だけに注意が与えられました。ポイントの上では井上が有効ポイント一つリードしていることになります。体格の上では向かい側の方が勝っています。体重が13キロ向かい側の方が勝っています。その向かい側はもう一回攻めていく。ともかく世田谷学園としてはもう去年の夏過ぎからこの井上を見据えた稽古をしてきたと。その成果をこの第18回全国高校柔道選手権決勝戦で出せるか。追い込まれています東海大相模。その東海大相模の大ピンチ、井上が救えるか。落合、そして本郷、この2人がまだ控えています。世田谷学園もう向かい側としてはですね、まあ、取り返すことは非常に難しいと思うんですね、だから徹底的に井上をへばらすことが、まあ、彼の仕事なんでしょうね、ただその同じ負けるにしても逃げて負けちゃダメなんだと。ここで井上が小外で効果を取りました。向かっていって井上を疲れさせなければいけないということをね、そうですね、持田監督は言っていましたが、待て、しかしあくまで井上の表情は落ち着いています。この後右が落合、左がエースの本郷。しかしこの試合、井上がこれからこの3人を破って逆転勝ちということになると、この高校柔道選手権史上本当に歴史に残る決勝戦になりますね。そうですね、もうなかなかやっぱしできることではないですね、内股、井上の一番の得意技。最近はこの大内刈り、大外刈り、こういった連絡技も出るようになりました井上康生。残り時間1分を切ります。有効ポイント1つ、これは向かい側に与えられました注意。そして小外で効果1つリードを奪っています井上。でも向かい側もなかなかいい足腰してますね。大内刈り、ともかく井上はこう3月10日の日本選手権関東予選では社会人大学生を相手にね優勝して、21年ぶりの全日本選手権、高校生としては21年ぶりの全日本選手権出場を決めました。その井上に対してこの向かい側も逃げません。向かっていきます。大外、足を飛ばした井上、大内刈り、そして内股、回らないですもんね、向かい側があそこで、受けが強いですね。残り15秒、これはもう向かい側このまま敗れても十分に役目を果たしましたね。そうですね、まあ、1人抜いてますからね、おっと井上をぐらつかせた。このあと向かい側の後にはこの落合、そしてその後にエースの本郷が控えています。一方もう井上康生しかいません。東海大相模、まずは井上一人を抜き返しました。向かい側を抜き返しました井上。しかしまだ世田谷には2人、落合本郷が残っています。一人を抜き返しました井上康生。しかしその前にこの落合、
そしてもう一人本郷が立ちはだかっています。小外、落合が足を飛ばす、大内刈り、今度は小外、支え釣り込み足、連続技でいきます。井上康生、井上康生もかなり疲れていると思いますが、それを表情には出しません。試合開始からまもなく1分半が経過します。まあ、井上としてはこう4分間戦うよりも早めに1本でね、試合を済ませたいところもありますが、落合はそう簡単に投げられる選手ではありません。内股効果になりました。井上が2人目の落ち合いからも効果を取りました。残り時間が2分を切ります。元気な時でしたらね、あれから回して1本に持っていけるんでしょうけどね、少しやっぱし足腰が下手ってきてますね。これから入ってもう1回回せばですね、いいんですけど。井上康生さすがに疲れていますが、落合から内股で効果ポイントを取りました。世田谷の落合、この井上に内股で効果ポイントを取られましたが、試合は本当に世田谷学園の持田晴也監督が期待していた通りというか、まあ、それ以上のね、世田谷にとってはいい展開で進んでいます。なんとか井上を2人で仕留めたいと言っていましたが、3人でこの井上を仕留めるという体制になっています。しかしそのうちの1人は倒れました。そしてこの落合も今効果ポイントリードを奪われています。内股がすかされました。この後この疲れた井上を本郷が仕留めることができるのか。がっちり組み合いました両選手。一旦は世田谷が3人をリードしましたが、まず井上が1人を抜き返しています。そしてこの副将の落合からも内股で効果を奪っています。残り1分7秒。この後は世田谷のエース本郷です。しかしこの井上、表情には疲れた、そういった感じは出しません。背負いは自ら潰れました。井上がっちり蹴りを取った、大内刈り、追い込んでいく、大外、落合が攻められなくなりました。今度は背負い、まあ、井上もかなりへばってきてますね、もう体の力がだんだんとやっぱ抜けてきてる感じがします。それでもこの攻めていくというのがやっぱこの人のすごいところですね。そうですね。残り31秒になっています。なんとか1人を抜き返しました井上。そしてこの落合からも内股で効果を取りましたが、かなりへばってきました。この後の世田谷の本郷との試合は相当苦しくなりそうです。落合自分から潰れた。残り13秒。残り3秒で待て。この後には本郷です。一方は疲れた井上、
この大将同士の試合に持ち込まれそうです。試合終了のブザー、井上康生2人を抜き返しました。これで東海大相模高校タイに持ち込んでいます。いやー、やっぱり井上、この世田谷の2人をね抜き返しました。もうこれが早い回でしたらね、まあ、あの2人3人抜きてあるんですが、やっぱ決勝での2人抜きっていうのはかなり力がないと抜けないですね。かなり疲れました井上康生。そしてこの後の試合は世田谷のエース本郷との試合になります。赤大将本郷選手、いよいよ今年の決勝戦のクライマックス、大将同士の対戦。2人を抜き返した井上康生、3人目が世田谷のエースこの本郷。疲れた井上と今日はまだ1試合しかやっていない本郷。上村さん、その辺のその疲れ具合も考えてこの試合、もうかなりですねへばってきてますからね、もうあとはですねもういいとこ来んなら思い切って技にいっぱい入らなきゃいけないですね。井上は疲れています。一方の本郷は元気、右足を飛ばした井上、本郷の内股、持田晴也監督は1人そして2人戦った井上だったらこの本郷は必ずやってくれるでしょうと言っていました。それだけの期待をかけて登場しました世田谷のエース本郷。あ、井上やっぱり疲れました。それもそのさず、この世田谷学園の重量級の選手2人とフルに戦って3人目がこの本郷。井上が奥襟を取りに行く、振り負けてますからね。あ、もう相当井上がへばってきました。このへばりを精神力で克服できるか。神奈川大会では2年連続逆転勝利の原動力になりましたこの井上。今日はその神奈川大会の党員戦のような試合になっています。苦しい試合になっています東海大相模。井上右、そして ちょっと表情にも疲れが出てきましたね井上。そうですね、両選手に指導。試合開始から1分45秒経過しました。がっちりと受け入れ取った井上、ここからまたが出ない7倍。待て、残り2分を切っています。両者まだポイントがありません。もしこの試合がこのまま引き分けに終わりますと、この後の代表戦、代表戦になってもこの2人の戦いですよね。そうですね、やっぱしエース同士の戦いになりますからね。残り1分52秒、この疲れ切った井上が本郷からポイントを取れるのか、あるいはこの疲れた井上から本郷がポイントを奪うか。ちょっと技に力強さがなくなってきました井上康生。おお、見抜くぞ、いいタイミングで入りましたが腹ばいで逃れました。今のは井上悔しそうでした、
タイミングはいいんですけどね、ただかけっぱなしなんですね。あのきちっと決めてればポイントになるんですけどね、今度は本郷の内股、倒せ、いい内股に行ったが潰れた。残り時間1分12秒、2人を抜き返した井上康生、疲れました。しかしやっぱりこの人の精神力はすごい。おお、ここからちょっと井上の表情が変わってきました。残り1分を切りました。これ組手は井上の組手ですよ。はい、井上が内股、残りは36秒。この立ち上がる姿にも怒りも疲れ切ったという感じが出てきました井上康生。しかしこの人は相手と組み合うとね、また力を出してくるという。そうですね、もうまともに組みますとね、一発がありますから、いくら疲れてるとはいえ不用意には受けれないですよね。もう当然井上の場合手はパンパンになってると思うんですけどね、残り30秒を切ります。この大将戦で決着がつくのか、あるいは代表戦に持ち込まれるのか。内股、今度は一本強い。残り15秒、待て、残り13秒です。残り10秒を切りました。内股、倒した、やった、もう後悔や、井上康生終了間際、効果になりましたか。今効果ですね、小内刈りを返したっていうことですね、井上康生、奇跡的な3人抜き。東海大相模高校3年ぶり2度目の優勝に導きました。お聞きください、この拍手、歴史に残る優勝です、東海大相模高校。一方あっけに取られる本郷、終了わずか何秒前でしたね。世田谷の方はですね、本郷の小内刈りの効果だと、言ったと思うんですよね。ここで本部はコーチやりをかけてますね、これを返してるんですね、返してますね。微妙なタイミングでしたが返しました。それにしても井上康生という選手はすごい選手、林田監督の胸に飛び込んで、その井上康生の目から涙が流れています。この井上の驚異的な精神力にはびっくりさせられました。本当に勝負強いですね。そうですね、もういい根性してます、はい、井上康生が本当に追い詰められた東海大相模高校を鮮やかな逆転優勝に導きました。昨日個人戦、今日団体戦、両タイトルを取りました。昨日勝った時のインタビューでもとにかく明日って言ってましたが、優勝しました。はい、本当に優勝できてとても嬉しいです。今日はしかし特に決勝戦厳しい試合だったですね。はい、もう準決勝ぐらいから体がなんか重くなってきて、自分の思い通りの技が出なくて本当に苦しい試合だったんですけど、勝てて本当に良かったです。あの強い世田谷の3人を1人で相手にしなきゃいけないという時、どんな気持ちだったですか。もう神奈川県予選でそういう試合を味わったんで、自分で抜けると自分に信じて
試合に臨みました。最後も大将戦ギリギリのところで技が決まった時はもう思わずガッツポーズでしたね。はい、もう本当捨て身だったんで、自分もあとはもう体力も残ってないし、もう時間も少なかったんで捨て身で行ったのが良かったです。思いっきり泣きたいなんて言ってましたけども、涙出ましたか？本当に涙出ました。さあ、井上さん個人としては今度4月29日、ね、全日本選手権があります。日本中の高校生の代表でこちらのも頑張ってください。はい、頑張ります。どうも皆さんおめでとうございました。昨日の個人戦、この井上の優勝に始まって、この団体戦も井上が締めてくれました。まあ、本当に20年に1人の選手じゃないかなんて言われてますが、小倉さんも早くもシドニーオリンピックの星なんていう、ね、声も上がっていますが。そうですね、もう本当にいい精神力をしてますしね、これからどん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 また強くなっていくと思います、はい、もう練習量も豊富だし、そしてまあ本当にこの最後まで攻め通すだけのですね、気力を持った気迫を持った選手ですから、本当に楽しみな選手が出てきたと思います。はい、その井上を擁します東海大相模高校の優勝をお伝えして、そろそろこの辺で日本武道館からお別れしたいと思います。解説は上村春樹さんでした。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。放送はコカ・コーラボトラーズ、積水化学、フジゼロックス、大団、協和発行、真剣ゼミと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。